オクセルイコールバは、フランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域圏、ペリトワールド・ベルフォール圏のコミューン。村は、ボージュ山脈の南側のふもとにあり、オートイコールソーヌ県との県境に位置している。村の名前が言及されるのは1130年以降である。サント・カトリーヌ教会この地には、ローマ時代から人が定住していた可能性が高い。 なぜならば、ボージュ山脈の南側から並行して走っていた、ラングル・ストラスブール間の道と、サブルーズ・川谷に沿って、マンドゥールから伸びる道との交差地点に当たったからである。オクセルのフォードは、ティエリーとモンベリアールに帰属していたが、12世紀にフォードは、ニコラドクセルに寄進された。1520年には、 フェレット白爵が所持するところとなり、フランス革命までそれが続いた。1569年、オクセルの村は、オクセルイコールバとオクセルイコール王の二つに分かれていた。13世紀に建設された城は10年戦争中の1635年に消失し、18世紀に住民たちが城の石を個人的用途に利用するため、解体した。防治山脈南部には、 14世紀末に採掘された鉱脈がある。とりわけ、銀を含有する鉱物がレーヌは掘り出された後現地で加工され、森林は鉱道の資材や鉱物の加工に必要なエネルギー資材として木材を供給していた。コミューン内では数箇所の行動と工学作された。この経済活動は17世紀まで防樹山麓の経済発展の重要な要素と、 なっていた。フランス革命まで衰退の時代が続いた後、1824年前後に導入された食器の設置によって19世紀に再び経済活動が発展した。1882年には、綿織物の食器が130台あり、小麦を引く製粉所が3箇所、比較用の製粉所があった。13世紀、村は、小の町の教区の一部だった。教区は、 ラシャペル、数章の教区に付随するものとみなされていた。オクセルの城に付属していた礼拝堂は18世紀半ばに解体された。現在の教会は1870年代初めに建設され聖カトリーヌに捧げられている。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに 住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。